真田信ノは、安土桃山時代から、江戸時代前期の武将、大名、信濃上田藩の初代藩主、後に、信濃松代藩の初代藩主、信行と表記される場合もある。永六9年、武藤貴兵の長男として生まれる。父は三男であったため、武田家の親類衆、武藤家を継承していたが、天正3年5月21日の長篠の戦いで、 兄の信綱、正照が共に戦死したことから、真田聖に複製して、家督を継承した。信行は、信綱の着女である、聖恩院伝を妻に迎えているが、この重慶帝同士の婚姻の背景には、正行が、真田家当主としての正当性を確保する意図があった、ことが指摘される。正行は、初流家ということもあり、A60 年3月頃までの真田信綱の家督相続後に、 雪綱、信綱宛の文書は、福井藩士となった、正さ子孫に、越前真な家文書として伝来しており、正行は、家伝文書を相続することができない事情があったと考えられている。なお、婚姻時期も、速やかに、家督継承を行うため、信綱の戦士から間を空けず、比較的早い段階であったと推測される。ただし、天正三年には信行も、 まだ幼年であったので、婚約という形を取った可能性が高い。その後、信行は武田家の人質として過ごした。風明によれば、天正7年に武田勝頼の着難、信勝の元服と同時に元服を許され、信玄の一時を賜って信行と名乗ったとされるが、真の変記は勝頼からとする説もある。初見資料は、 天正六点七年の、真田死休人治行地検地長で、若殿様として、名が見られる。天正十年三月に、武田家が、織田信長の武田征伐によって滅ぼされると、同じく人質だった母の山手殿と共に、上田の父のもとへと逃れた。信長が、本能寺の変で死去した後に、甲斐、信濃の武田医療をめぐる天正人号の乱が、発生した。相模国の北条氏直は、 小高新、滝川和正を神奈川の戦いで破ると、佐田家は、ご北条氏に、真珠の構えを見せた。この時、上野を放棄して、小田領へ逃走する滝川を支援し、途中まで見送ったという。同じ頃、越後国の上杉影勝が信濃へ進出していたが、信行は、川中島へ、たびたび出陣し上杉領の海津城をかく乱した。だが、やがて、 徳川家康に侵入した、武大臣、与田信繁や叔父の真田信忠らの誘いにより、沼田城を北条方から奪還し、真田家は北条氏と敵対する。信行は手勢八百0機を率い、北条方の富永主前軍五千が防衛する、手こまる城をわずか一日で奪還し、武功を挙げたという、与田信繁らのゲリラ戦も、功を奏し、真田家は、 北条方を沼田から駆逐することに成功する。天正十二年、佐田家は、品の小さ型軍の国人室賀氏と争い、小規模戦闘にて勝利を重ね、和睦に持ち込む。直後に信行は父、正行と共謀して、当主、室賀正武を暗殺し、小さ型軍の同族であった、根津正綱を懐獣し、佐田氏は証券を支配下に、収めた。同年、なおも、 真田ダ領を狙う北条氏の信仰に対し、北条氏国の奇襲を察知した信行は、あずま千人屈にてこれを撃退している。真田信行と小松姫天正13年、徳川、北条同盟による上野沼田領の割動をめぐって、真田氏は徳川氏と断交し、上杉氏に侵入した。信行は正行に従い、徳川軍と戦った。信行は、市場の問い市場に、 兵304名で着陣した。徳川軍が上川を渡かすると、上川まで出陣して軽く一戦を交えた後、城に向けて退却し、徳川軍の主力部隊を巧みに奥地におびき寄せたり、城から撤退してきたところを、側面から攻撃するなどして、勝利に貢献した。その後、正幸は、上杉影勝を介して、豊臣秀吉に侵入し、天正17年には、 家康ともは僕が成立すると、真田だけは徳川氏のよりき大名となった。信行の才能を高く評価した家康は、重臣の本田忠勝の娘、小松姫を養女とし、寸府城に信行を出資させて目取らせた。天正18年、沼田領活情問題から発生した小田原征伐で、信行は上野松井田城攻めで先行を挙げ、戦後に沼田領が、 真田家の所領として確定すると、沼田城主となる。文禄3年11月2日には、15位下、伊豆守に助任される。その後、年月日不詳ながら、14位下に少女し、自重を本館に、伊豆守を兼任する。文禄、慶長の役では、比前名古屋まで赴いている。秀吉氏を、慶長5年に失脚していたご奉行の石田三成が、挙兵する。父と弟の信重は、 三成らの西軍に就いたのに対し、家康の養女かつ、徳川重臣の本田忠勝の娘の小松姫を妻とする信行は、家康らの東軍に参加することを決め、家康の息子で、東軍主力隊の徳川秀忠軍に属して、上田城攻めに参加する。戦いの前に、本田忠勝の息子で信行の義弟である、本田忠政と共に、父、正行の説得に赴いたが、 結局失敗に終わったとされる。信行は信繁が防衛する都石上の攻略を命じられたが、真田兵同士の称号を避けるため会場請求の死者を派遣。弟信繁も信行の意を組み会場に応じた。信行は入場を守備し、信繁は正行のいる枝城へ撤退した。なお、秀忠軍本隊は、家康の死者の遅れもあって、家康本隊との合流に遅れて、 関ヶ原の戦いには持参し、本戦には参加できなかった。松城城市戦後、正幸の丘陵に加え3万国を加増されて9万5千国となり、上田藩主となったが、上田城は、破却を命じられた。引き続き沼田城を本拠とした。信行は、正行らの除名を嘆願し、西軍についた父との決別を表すために、なお信行から信行に改めているから17年までは、 再び、信行と文書に署名していることを踏まえて、平山優は、単純に、家康をはばかって、父の名に由来する、こう捨てたとは言えないとしている。義父、本田忠勝の働きかけもあり、正幸らは除名され、木の国九土山へる罪となる。その後、父が亡くなった折に、父の葬儀を取り行えるよう幕府に許可を願い出たが、許されなかった。信之が、上田漁を継いだ頃、第二次、 上田活戦や、相次いだ、浅間山の噴火で、寮内は荒廃しており、その後も浅間山の噴火や、飛行不順など天災が相次いだが、信行は、城下町の整備や石や、溶水の改作、年貢の減免など様々な政策を行って、寮内の再建に苦闘する一方を、黒山にいる父や弟への援助を続けていた。 慶長19年からの大阪の陣では病気のために出陣できず、長男の新吉と次男の信正が代理として出陣した。現那8年10月、品の松代に数を違法され、13万国の所領を得る。明暦元年、長男の新吉や着村で新吉の長男、熊之助が、すでに死去していたため、次男の信正に家督を譲って隠居する。しかし、万治元年2月に、 信政も死去した。この時、真田家では、後継者争いが起こり、長男の血統である、沼田城主、信利が、次男の血統である行動の家督相続に異議を唱えて幕府に訴える事態となり、幕府や遠石の大名を巻き込んだ騒動となる。最終的には行動が、第三大藩主となり、二歳の幼少のために、信行が復帰して、反省を取った。 同年10月17日に死去、去年93、自世は何事も移れば変わる世の中を夢なりけりと思いざりけり。墓所は長野県長野市の大木崎寺にあり、肖像画も所蔵されている。また、真田家の菩提寺真田山彫刻寺には、半祖、信行の玉屋など歴代藩主の墓所が設けられている。稲田家は江戸時代を通じて存続し、途中で養子が入り、 信ぶの系統は断絶したものの、幕末に雪面が老中となっている。明治維新後に試者家となった小説楽曲テレビドラマゲーム書籍。ありがとうございます。